明日も取らんかった。マジですか？やばいって。一押しのやつジオンじゃない？ジオンじゃないの？前髪はないです。リハでリハやったのでもう止めました。今ハマってるやつ、干し梅、ん？はちみつ男梅の干し梅です。下公園行くね。全力ちゃんこありがとうございます。おかはは分じゃ見るかも。うん、待ってます。種なしです。めっちゃ美味しい。これがいいな。かっこよかった。ありがとうございます。酸っぱいの辛いの確かに。え、どうしようかな。やばいってもう泣きそう。会いたいのにな。会いに来てほしい。4月なかなか会えなかったので5月6月こそバンバン会いに行きたいと思います。バンバン待ってます。来てほしいやつはいっぱいあります。さては他に最後ないし。お、当たったんですか？当落は出たんですか？もうさすがに出てるか。あさってやもんな。ヤングラの台は10期生10期生オーディションの最終審査で候補生がみんな驚いた。どんな審査？社会行く。待ってます。 I love you。 うん、あ、そう、明日からでっかちょっと暗いな。明るい。え、明るすぎん？めっちゃ目乾燥。なんか配信始めたらいつも目乾燥するんやけど。久しぶりのじっちゃん発見。やっほー。え、なあ、どうしようかな、ほんまに。29休みにしてキーズモリック。お、嬉しい。待ってます。半面で止まってた。マジ電波悪いかな。え、どうしようかな、ほんまに。大喜利ほんまに苦手なんです。おひさん、やあやあ。おめめのメイクが好き。ありがとう。タバスコ一気飲み選手権やっぱ一号大食い、一号大食い。全員外国人で日本語禁止。日本語禁止こんばんは。前髪ないの好き。マジ今日はけど横毛が少なすぎてめっちゃ変やけどな。なんかもうここ 上に上げようかなって思うけど、上げたら上げたででこ広すぎて
やっぱ前髪ないと顔でかく見える。顔面ラップ？ナングラ農大10期生オーディションの最終審査で、最終審査でなんか驚いた、どんな審査みたいなやつです。マストビーナ15分でフリーで、その場で言われた曲を早く覚えたもん勝ちみたいな。そんな感じ。10期生が驚く審査内容。そう、10期の候補者、あれそっち側ですか、もしかして。一応7期なんですけど、うんうんうん、本物の金子支配人を探せ。確かに金子さん出してるあれ1位なりがちみたいなとこないですか。分からんけどよく見る気がする。紐なしバンジージャンプやばすぎる。ただ単に危ないやつやん。ガンプラ懐かしいな。そう、1位になる基準分からへん、ほんまに。これ乗ったことないんですよ。今回1位になったら何なんやろ、景品みたいな。何やろう。アフタヌーンティーめっちゃいいやん。なんかの数の多いメンバートップ10。何それ。基準なんてないで。いや、誰がどういうあれでやってるかによるくないですか。韓国のファンです。先月に公演に来ました。お、カムサハムニダー。なんやろな、けどその大喜利って考えすぎたらあんま良くないじゃないですか。パッて思い浮かんだやつよな。どないしよう。明日当たったか公演入ります。お、お待ちしてます。何にしようかな。メイクの変化。10期生のショールームやってる子たちでなんか憧れの先輩ジオンっていう人いないんかな。言ってる人いないですか。聞いてた曲と違う曲が流れて審査続けます宣言される。驚き。確かに
大喜利やもんな、なんか面白いことじゃないとあかんのか。何なんやろ。ガリガリ君早食い出た。ガリガリ君早食いな、懐かしい。この前公園でジオンちゃん初めて見て、目がこの前公園でジオンちゃん初めて見てめっちゃ笑顔でパフォーマンスしてて惹かれました。うわ嬉しい、ありがとうございます。また会いに来てください、公園見に来て、ありがとうございます。なんて書いてるんやろ、韓国語。韓国語読めへんな。エピソードトーク100個言えた人合格。みゆちゃんのお題やん。キューズモールは私はないですね、出たことは。目が、お菓子を食べるのが可愛いと言いました。梅です、梅、優しい。第何にしようかな。昨日の新曲披露のダンス目立ってました。ありがとうございます。これが愛なのか、これが愛なのか、愛なのか。好きだ虫とは真逆な感じの系統ですね。そうなんです。制服やからハーフツインにしてみました。ちょっと清楚に行こうかなって。そう、大阪から世界、確かに大阪から世界系なんか関連したいよな、なんぐら。髪型固定なの、全然そんなことないです、そんなことないけど、なんかアウツイン、いやいろいろ迷ったんですけど、ポニーテールとかツインとかも、けどポニーテールはなんかジオンが見てた時にはもう2人いたんです、ケイトさんとサクタ、ダブルセンターの2人ややめとこうって思って。でツインもツインめっちゃいたんですよ、 1,2,3 1,2 3 4、まあなんか 4,5 人ぐらいいたんですね。そうだからあやめようって思いました。 Is this love? トゥルトゥ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 、そう、あのジャケ写の時はもう決まってたんですけど、この髪型、この子はこの髪型でみたいな決まってたけど、今回は何でもいい感じやったので、一発目何しようかなって思った時にちょっといろいろ理由があって、まあそれだけじゃなくて他の理由もあるんですね。そうだからちょっとしました。けどその後々ハーフツインのあのハーフツインのところを三つ編みとかでもよかったなみたいな、そう、
やっぱ無音になってましたよね。え、なんか、え、こんなバッテンついてたっけと思って、やっぱりそうですよね。何の話してたっけ。あ、そうそう、ツインテールもまたしますよ。ツインテールコンサートとか、そのフェスとかもし出るってなったらします。で、わざとしてなかった、バリ喋ってたしなんならツインはとか、ハーフツインのこここうしたらみたいな。え、ハーフツインの流れは聞こえてましたか。ん、もしかして聞こえてないえ、ハーフツインのここ三つ編み、三つ編みにしてもよかったなみたいな、っていうのも一人で話してたんですけど、バリ恥ずかしいやん。あ、それは聞こえてたんや。どっから何その後は一人で喋ってたんか怖っツインテール、そう、まあいろいろあってしなかったんです。え、そこは聞こえてましたかもうなんか話した順番覚えてないわ。ツインテーラーやめて。ツインテーラーです。ツインテーラーやけど、ツインテーラーが他にも多すぎるからやめました。だから今後どないしようかなって、やっぱコンサートとかフェスってなっても、いや暑いし、やっぱまとめたいし、ツインにしようかなっていう人も多そうだから、けど、まあ、そこは譲らないですね。あの、引かない、私もやります。よかほんまにその時の衣装とかにもよるんですけど、いや、テレビの時とかもね、迷いますね本当に。ポニーとかもやりたいんですけどね。そう、チョーカーついてるんです、ここに。苦しくない？外した時の、うわ、外れたっていう感じすごい一回めっちゃ長い時間つけてた時があったんですけど、あの衣装の時にね、死ぬかと思ったで、ちょっとだけ外してもらった公園でもツインテール、公園でもツインテールしますよ。また任せてください。明日公園やんな。え、明日公園もしかして。やばい、久しぶりじゃない。クマヘア、クマヘア、クマヘアならワンちゃん、あの人一つだけだけど意味わからんって、一つだけこれは絶対やらないって決めてる、あの髪型決めてるんですけど、そう、それだけは絶対、クラゲヘア、クラゲヘアだけは絶対私やらないです。なんかもう明日この髪型でやったろかなって思うぐらいめっちゃ楽なんですよこれ。その最近リハもずっとこの髪型なんで、下向いてもそのこうなってこないから、その飾りとかでもさ、かぶること少ないかなみたいな。そう、クラゲヘアはいらないです。これに、これにデカリボン、ダムシのジャケットの髪型、うん、違います。ジャケットの髪型、あ、これがですか。これも全然違いますよ。ジオンちゃんに似てる先輩って、その先輩めっちゃ見て、マジ？なんかジオンに似てるっていう人めっちゃ多いんですよね。なんかよく言われるんです。なんか言われがち、なんか友達に似てるとか、なんか今ジオンちゃんに似てる人にすれ違ったとか言われ、ジオンじゃない、ジオンじゃないって
しかもなんか県違ったりとかもしたんですよ。絶対違うって思ってそう、そんなどこにでもいるような顔かな。何グラ決まってないです。何グラどんな一緒。クラゲヘアやったことないですよ。研究生の時の髪型を少しアレンジしたの、少しアレンジしたのやつ、どんなやつやん、なんやそれ。デコ出しね、デコ出しもね好きなんですよ私も。けどあの衣装っていうか、あの的にちょっと全然やってないですね今のとこ。 Nシップなってからデコ出し一回もしたことないもん。ラプンツェルヘア、ラプンツェルヘアもまたしますね。今度ジオンのそっくりさん集めて10人で公演しよう。やばいやん。 JR 茨城駅にジオンさっきいたらやばいって、もうどこって感じやもん。何線乗ったらそこたどり着くんって思うぐらい。 JR なんやろうけどあんまり分からへん。大阪そう、あれはクラゲじゃないんです。ジオンがやったやつはポップコーン死ぬ。そう切断の鬼ヘア、まあ、虫やん。明日何やなの。ハーフアップとか、あのハーフアップ、くの一タイプあるじゃないですか、上でやるやつ。ハーフポニー、ハーフポニーとかも好きでなんかやるんですけど、ユニットがオオカミの時はなんか結構可愛い感じでしたいなと思って、あとあのあれオープニングの飾りがでっかいリボンやから、ついにしてもポニッチにしても少し編み込みがプラスするというやつ。ここからってことかな、こういう、どういうことや。じゃあまたそれやってみますね、編み込みで。そう、狼の時にデコ出ししたらベレー帽かぶるから、なんかジオンは多分やらないかな。どんな髪をしてでも可愛い赤ちゃん、赤ちゃんやって。低めの巻きツイン、低めの巻きツイン。確かになんか最近巻いてるっけ、なんかストレートでっていうことめっちゃ多いかもしれん。巻き、明日の髪型どないしようかな、ほんまにマジで決めてない。なんやろな、髪型の候補がもうないんです本当に。しかも暑いよな。公園でもでこだし、分かりました、公園でもまたしますね。何グラじゃないの、そうなんです、ほんと何グラ決めないとダメなんです。ちょっと何グラ、何グラ決めましょう。ほんとになんかメガネ歪んでるんですよねこのメガネ、ほらちょっと傾いてない、こっちに。え、マジで何グラでないしよう。ギャルお姉ちゃんあって好き、どういうこと。え、メガネかけたらギャルなん。ここのね髪の毛を、いや何アラビア語みたいな、何語これ。うん、キラ先生ネタはダメ。例えば、例えばどんなんやろ、
キラ先生ネタ次こそ絶対マジでなんかもう神社行ってくるわ。いや当たりますようにって。メガネいいですよね。てかこのメガネほんまに歪んでるんです。だから買わないと。あと夏までにサングラスを絶対買いたいんです。なんか服とかのおしゃれでも使える感じ。なんか開けたりしたくないですか、こうやって夏に。なんか夏に巻き下ろしでなんか前髪上げてキューみたいなあれ理想。マジであれやろうかなって感じですけどいい形のサングラスが見つからないんです。そう、そうジオンもなんか多分鼻低いジオンも落ちてくる。マジでこの辺まで下がってくるんです。こうやってだんだんこんなんなってるもん。今年も絶対海に1回は行く。夏に、あと夏までに3キロ痩せるっていう目標を立てました。お風呂上がるタイミング、えけどもうすぐ終わります。ジオンも25メートル、クロール泳げないです。クロールほんまに7メートルぐらいしか行かへんかった。息継ぎしたら終わったもん。ナンバーザールの時の、あ出た、あれやんな、めっちゃツインのやつやろリンゴ飴みたいな3つ飴も好き。リンゴ飴っていう例えめっちゃおもろいな。背泳ぎとかも沈んでまうねんけど自分が軽くなれへん。なんか力入って沈んじゃうだからじゃあ平泳ぎやったら50メートルギリいけます、時間があれば。けど小学校の頃平泳ぎでそのプールのテストあって平泳ぎで50メートル泳ぎ切ったのに遅すぎてなんかめっちゃ落とされてましたそれめっちゃ速い人が例えば A やとしたら、なんかどんな評価の付け方やとか忘れたけど A やったとしたらジオン C みたいなほんまやばくない、ちゃんと泳げたのに遅すぎてあかんかった、ひどいうん、90度曲がってやばそうほんまにじゃあプール運動神経ほんまに悪いんですよ。そうだからプールとかその泳ぎ水泳とかできひんくて球技系も無理です。けどドッジボールのキャッチならめっちゃ得意です。めっちゃ強い人のキャッチ一回小学校の頃受けました。これ受けれたんすごいみたいな話題話題けど投げるのはめっちゃもうこんなキャッチだけはもう一丁前に、マジでバスケをなんかもっと上手くなりたかったなって。中1の頃一応バスケ部やったんですね。だからその時からもう全部3年間全部バスケ部行ってたらどうなってたんやろって、途中で辞めたんで。一丁前って方言、何違うん逆に、違う方言なんこれ、
なんか配信で気づくことめっちゃ多い。え、言わへんの？一丁前に、一丁前に頑張っとみたいな。バスケ部っぽいマジ。どっちあるね。最後まで残った人。え、ドッジボールやりたいな、みんなで。みんなで遊び。大げんな、ほんまに。そう、まるまる死闘とかはもうほんまにもうしゃあない、これは直せへん。それは前から言われるけど無理です。いや、消そうですよね。なんかあんまり面白いあれがないんですよね、ラングラ。思い浮かばへん、自分が思い浮かばへん、面白いあれ。ミュウはそんなにしそうって言わんよな。そうなんや。うん、たまに出る地元の言葉、どこが何か、どれが何か分からへん。どれが何、どれが方言みたいな。大学兵庫やったけど、え、どこ、地元どこですか？地元大阪？地元関東？どこ？虫の VVVV、 何それ。え、結局何グラ何にしよう。もうすぐ終わります。45分になったら絶対終わります。見たどっすえ、見たどっすえ。地元の、え、地元どこですか？地元の方言鬼ださいか、羨ましい。どこ地元？うん、京都なんや。西宮、そうなんや。関西弁可愛くて羨ましい。博多弁やっけ。博多弁の方が可愛いですよ。どうしようかな、ほんまに。マジでどうしよう。ナングラのお題は、なんか10期生オーディションの審査で驚いた。どんな審査みたいなやつです。好きな先輩ジオンって言ってる人が合格。マジでそれ言われたい。もうそれにしようかな、言われたいから。ほんまに何がいいと思いますか？平田近いジオンに会えるの楽しみすぎて飽きそう。そんなに？嬉しい、めっちゃ嬉しい。めっちゃ久々ですよね。和歌山の人はシード権めっちゃおもろい。ありかも。和歌山おらへんもんな。
その日から好きな先輩ジョンソンですっていう人増えそう。確かに。イントロドン。全員がエンジ、エンジやばい。もうオーディション回らへん。クーク2いるよ。そうなんや、すごっ。そんな遠いところから。アングラの締め切り今日じゃないです。今日じゃないけど今日やろうかなみたいな。リハとかもあるし、次いつできるかなみたいな。まあけどその中から選びたいと思います。10期オーディションだと思っていたら10期オーディションだと。めっちゃいいやん、おもろ。めっちゃおもろくないそれ。ノース着てる。何色ですか。ジョンはグレー。地震あるん。全然今地震起きたってこと。全然ジョンは気づかなかったです。黒、黒めっちゃ可愛いよな。黒か迷って結局グレーにしたんですよね。めっちゃおもろいなけど、みんな面白。そうですね、まあ考えてしたいと思います。MV が初めてのオーディションやったら全然違います。全然違いますとか言って。違いましたね。ということで皆さんありがとうございました。この中から面白いやつを選んで、ツイートしたいと思います。皆さんありがとうございました。東で大きな、かなり大きな、マジそうなんや。マジで南海トラフとかもうすぐ来そう。怖すぎる。無理。ほんまに津波来たら私泳げないんで助けてくださいね。ほんまにほんまに。はい、ということでランキング読みます。13位チョチオさんありがとうございます。12位タクマバシバシありがとうございます。11位野原しんのすけのすけさんありがとうございます。10位ターンさんありがとうございます。9位カジュピンありがとうございます。8位シンシグさんありがとうございます。7位ヨウジさんありがとうございます。6位ウパ太郎さんありがとうございます。5位ヤスさんありがとうございます。4位フクちゃんありがとうございます。3位ウーバーありがとうございます。2位ルパンありがとうございます。そして第1位はジカ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 じゃん、コロクさんありがとうございます。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。綿麦議長いたらなんとかなりす。地下やから余計危ないって。危なすぎる。南海トラフは2050年。やば、じゃあ絶対人生に1回は起きるってことか。うん、いや、あ、そう、明日のお昼12時から29枚目シングルの4次審査やって、オーディションやん。4次受付が始まります。はい、オンライン話会、握手会、写メ会とかのねイベントの受付が始まるんですけど、結構ね完売とかも出てて、オンライン話会もそうですしイベントとかも本当にありがとうございます。はい。めちゃめちゃ嬉しいですので、オンライン話
アラーム鳴った、びっくりしたびっくりした。そう、はい、オンライン話し会の初日、6月22日の3部、まず3時とか言おうとしてもた審査もオーディションやんほんまにどうしよう。そう、3部とか、あの一発目はね、やっぱりいっぱいだと嬉しいなって思うので、テンション上がるじゃないですか、オンライン今日も頑張れるってそう、やっぱ最初からね、みんなともうお話しすることがたくさんなので、そう、前が12月とかやってから半年経ってますよ。半年経っててもう話すことしかないじゃないですか、なんならそう、だからぜひ皆さん22日3部を次頑張らせたらなーって思いながら、個人的には思っておりますはい、そう、その前に握手会もあるから、そのお話だってできますし、その服でね、そのオンライン一発目は握手会の服でやろうと思うので、余韻です、余韻、皆さんお待ちしてます、よろしくお願いします。皆さんありがとうございました。明日は公演なので頑張ります。ありがとうございました。